イランの治安部隊が地下鉄の駅で人々に発砲し、ヒジャブを着用していないとして、列車内の女性を殴打した。22歳のマフサ・アミニさんの死に対する抗議が3ヶ月目に入った。アミニは、イランの厳しい女性の服装規定違反の疑いで逮捕された後、9月16日に道徳警察の拘束下で死亡しました。